一周しかしてない。一周二分け。そう。意外とね。意外とね。まず。下がれ。前に締めた。しかしまだ出ないかな。OK。まず。黒田君の試合面白かったな。戦術も入ってたので情報もできるかもしれないです。最後すごい良かった。負けたけどね。シビアだから。ボリが入ってたか。まあそれはそうだね。でもやっぱりね。うまい。理解度だと思うけどね。だけどあの先回りで取った瞬間ですか。ナイス。ボルデジ。ナイス。出てないよ。秋尾さん次だよ。まず戻ってこいだから。ナイス。ゾーンね、上がってきた。いや、いい。0-0。黄色の方がこうなんだけど。守備崩壊しなきゃ。てかみんなこう強いからな、黄色。マジで負けなきゃ。正直めっちゃやりづれ、黄色は。僕はゾーンで一人で回収した方が。ゾーン。ゾーンで僕そこにいて全部回収した方がいいかな。ゾーンという名の。パワープレイ。子がいないから、子がないじゃん。子ない子だ、ないじゃん。ありますよ。強いよ、みんな。ちょっと抑えるべき場所、抑えますもんね。そうだね。うん。抑えるべきとこはね。あれだ、1対1に勝てるかどうか。でもやっぱ、PKC! シュート。いや、普通にやればいいの。普通になんかやれそうだよね。オープンリーグくらい。あ、そうなんだ。やってたっけ。すごいな。練習生みたいな感じ。ボアルース？あ、僕はそんな強くない。あ、そう。あ、でも中森一郎結構ピンキリですね。あ、そうなんだ。焦りすぎ。うおみんなで守った。吉川さん、うまい。アッカーをやろうとしたんだと思ったの。挟んで。みんなで黄色をまたいでいく。いやすごい気持ちわかりますね。僕もやっちゃってるんで。明らかに白がもうね、誘ってる。いやもう見にくいんですよ、黄色が。気配消してる。怖っ。シュウ君の当たったら痛いよ。おほにぃ。そうなりますよ。殺すって死ね。鬼見えましたもん。見えた。ストリートファイターみたいな。殺隊だった。殺隊だった。あれか、あれか。逆の鬼でしたよ。歴史の言葉だと思ったけど。あれだね。グレンの炎が見えました。グレンの花が咲いてます。ボール飛ばしてくる鬼いたじゃないですか。マリー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 。マすげえ、画面がずっとこっちだった今。シュート打っちゃえ。なんか、ああ、吉川さんのボールが悪い。ハンド。なるね、キーパー。ペナルティーエリアを出てるから。
ですもんね。それはファール。イエローカード。それはファール。キャッチの逆に言ったら中身もちょっと締めてまで。ありがとうございます。気づいて、来た、何をしてくれる、何をしてくれる、うわー、やっちゃった今、よし、今よ、吉川さん側だな、吉川さん側だったな、今まで、すぐ取り入れスタイルダブルタッチの延長なんだけど、待って、でもね、多分学習能力高いからね、でも、たけさん、たぶんね、うちのインサイドで弾こうとしてるんだよね。あ、ザングリってのもちょっと弾いてるんですか。そう、なんか、アッカーみたいな感じでやろうとしてるんだよ。6分18え、ちゃんと録画してるしてるよ。